皆様こんにちは。こんにちは。黒バラ軍団のタクです。ラバーズ J のミカです。はい、始まりました。始まりましたね。夏は来年三本の矢、はい、今回はどこのホールさんでしょうか。はい、アロー大和小泉店さんです。はい、よろしくお願いします。ということで、まずはルール説明なんですけれども、制限時間が150分1本勝負。最初に僕たちに矢が1本当てられます。で、1人勝つごとに矢が増えていって、合計で最大3本の矢でアローチャレンジしていきたいと思うんですけども、アローチャレンジが、サマイン数に応じて的は変わっていくんですけれども、的がですね、こんな感じになっております。はい。で、前回ねこれでしたね。これでしたけど、なんとか1枚高カードプレゼントできたっていうところなんですが、今日はこれ嫌だな、まあね、私当てらんなかったですもん。まあ、僕もね、しこたま負けちゃったんで、ね、2人買ってこの辺にはね、攻めて、3本、今回こそ3枚のクオカードプレゼントしましょう。はい、しましょう、ね、ちょっと勝ちたいんでね、どうしてもほんまに、勝ちたい、ね、多分僕、ね、先週とか全然打ってへん可能性すらあるっていう感じなんでちょっとね、はい、しっかり買っていきましょう。まあ、何が打てるか分かんないんで、はい、そうですね、なんか車多いから不安ですね。多かったですね、なんかいつもより。はい、まあ、とりあえず頑張りましょう。はい、それじゃあいつものやってみましょう。はい、いきますよ、せーの、ガチスラガイデン3本の矢。はい、今から、今週もめっちゃ面白いやつやります。ツンツンチャツツチャツチャツツチャツツツチャツツチャバイン。さてさて、何が出るか。さてさて、めっちゃ人多いじゃん、ほんとに。あら、なんか、あれ、アステカ調子良さそうだな。4台中2台が上結構ある感じなんで、ちょっと良さそうなのなかったらアステカ行ってみようかな。打ったことないんですけど、この辺なんか出玉感的にアステカいいな。アステカ行こう。そつらで前代系を信じて信頼行ってみたいと思います。ガルパン強気、ガルパン、あ、リセット。 まだ全然見れてないですけど、まあ、リセースで、まあ、こちらのアローさんも混合してそうなんで、何言うとかな。一旦茶葉の履歴見て、一撃か。ただ一撃じゃないか。ちょっと肛門茶葉期待値ないところではあるんですけども、まあ履歴はとりあえず悪くないと。で、まあ最悪でも、割と早めに天井を迎えられるんで、まあ、とりあえずこの台をちょっと様子見ながら打っていきたいと思います。はい、それでは150分1本勝負スタート。頑張ります。さあ、500ゲーム台は未だ活動の折はなし。ここで行ってくれればね、ダブルポイントチャンスなんですけど、わっ、ボンボン、ジャクチェリー。さあ、よし、ナイスナイス、声モード。で、今ご一行ポイントが304だ、ほぼほぼ溜まるかな、これで。はい、ご一行ポイント溜まって8点。ここは継続、チャンスめ、チャンスアップ。チャンスアップ。よし、ってことはこれは公演モード続いてほしい。うわー、残念。まあ、ただ一発目のご一行バカポイントでご一行チャレンジ、一発爆撃決まりじゃ。うわー、残念、外れ目。まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。で、結構リップ5連か6連ぐらいしてるんで、多分すごい溜まってるはず。
さあ、これでインノボコ308ポイントよし、これで溜まった強チェリー、はい、強チェリーで70ポイントというわけで 600M まだありました。ということは150ポイント強チェリーで602ゲームインドバコポイントからのスタルーレットお願い。うわー、ちょっと弱い、ちょっと弱いよこれは。8点、ノンストップ。はい、でチャンスアップの煽り、よし、第三停止しろ、連続じゃないよ。おー、よーし、これはもろた。2連続、三角攻撃。というわけで、618ゲームインのバカポイントからのドチャス、やったぜー、早いぜー、投資6本300枚。さあ、まださほど状況も変わってないと思うんですけど、チャッタス勝負を決めたいので、裏挑戦久しぶりに行きます。30%なんかいけそうですよね、これね、流れ的にね。それではまたお願いします。はい、いけたー、ほら、いけたー。というわけで、リアスコアリーありがとうございます。いいよ、お、しかも上乗せ、チャンス目で20ゲーム行けまーす。もしもし、水戸です。もしもし、ちゃま、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが、聞いてくれるかの。乗らぬなら乗るまで待とう。お願い。超えたよ。まあ160ぐらいかな。はい、178、十分ここで強チェリー、よしよしよし、いいよ。というわけで、合計198+20なんで218ゲームスタート。さあ、これを元に、お、下まで動かす、多分強チェリーからですね。はい、クリアチャンス、うわ、バイチャンス、チャンス、うわ、どうしよう、ジョグを回すのじゃ。ちょっと置きに行きたいんですけど、決めに行きますか。30%これ行けないできすぎっすよね、ちょっと。まあまあ、いいっす。それではまた。まあ、しゃあない、これはしゃあない。サースペン、スタパネルフラッシュ、まだよ、まだ、よしよし、もう一回まどうわー、まあまあ、でも弱い。2連続先制、ナサップ、よーしよしよし、2つ目から。さあ、本日3回目のチャンス、ジョグを回す。まあ今日はね、裏調整一択でいきましょう。
きまーす。今2分の1。あー、水上パターン。はい、そうね。まあまあ、しょうがない。まあ、これ3分の1ですかね、とりあえず。ラスト。はい、218ゲーム579枚でした。はい。はい、これで122ゲームインロボコポイント310ポイント。あー、弱い。コーキー、あー、一応チャンスアップエフェクト。おー、第3停止、第肩車、これはもらったっしょ。よし、無事。これね、おそらく当たってると思うんですけど、2分の2でインドバコポイントから当選。127ゲーム、ありがとうございます。次のチャンス。どうしようかな、裏挑戦なんですけどね。いきます。はい、というわけで20ゲームスタート。はい、20ゲーム50枚でした。飛べる。まあ、じゃないんだよな、もうちょっと早ければね。はい、現在444ポイント。というわけで、5ゲームぐらいですね。メタルーレット500ポイントから。おー、ぼちぼちチャンス。これが3回目の500バカポイント。あー、いいよいいよ。あー、チャンスアップなし。よーし。ということで今3分の2で5個ポイント成功と。たまには違うの選んでみましょうか。はい、チャンス告知いきまーす。リプレイゼロ。おーし。というわけで15ゲーム、ご一行チャレンジからのリノチャンス当選。いいよいいよ。さあ、本日このリノの挑戦いきまーす。チャンスまだなし。よし。というわけで5回目にして2回目のイエスコーリング。ちょっとごちゃごちゃしてる。1枚役でプラス10ゲーム。もしもし、水戸です。もしもし、ちゃま、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが、聞いてくれるかの。乗らぬなら乗るまで待とう。まあ、100あればこの100中に何かをしよう。
で、上乗せ分もあるんで、トータル130ゲーム。まだ。オッケー。もう一丁か、もう一丁かましょう。8点。で、ここでチャンス目。はい。黄門茶葉対黒門茶葉。これはでもいけるでしょ。もうチャンスアップ。ということで、極分の間からですね、次のチャンス。うわー、どうしようかな。なし。はい、というわけで130ゲーム364枚でした。そろそろ降りてもいいよ。降りたー、ほら降りたー。さあ、ここからどこまで伸ばせるか。さあ、ツーストライク。さあ、もう全部通常パターン。まあ、50ゲームでもありがたいんでね。まあまあ、よしとしましょう。はい、というわけで、9回裏西満塁チャンスから50ゲーム。それでは、最新台アステカ、こちらで150分一本勝負始めたいと思います。せーの、スタート。まあ最新ないってことで初打ちです。意外に早かった。よし、頑張っていきます。初めてもの、あ、今見どころ、今から見どころ、これは知ってる。あ、違う、 ART か、あれ、ごめんなさい。お願い、あー、来なかった。ということで150枚で終了です。ザクチリ。ザクチリ396ゲーム。行くかな。おお、なんか引いたっぽい、なんか引いたっぽい、なんか引いたっぽい。418ゲーム。あれ違う。関数ゾーン。え、何？赤文字来た。来た。これは出会ったのか。チャンスゾーン来た。また一番下のやつ。さっき 20% で終わらしちゃったやつ。今回目標 50% でいきたいと思います。
当たってほしいけど、頑張ろう頑張ろう。サウンドパー、あと、ああ、いいよいいよいいよ、赤くなった。チリかな、チリかな、チリチリ、今日チリ、今日チリ来た、今日チリ来た。ああ、すごい、70%までいった。そうそうそう、すごいすごい。もう一丁、ラストです。ダメだ、でも 70% あったらいけるでしょう。 70% いける、いけるいけるいける、お願い。かっこいいとこ見たいよ。いける。ちょっとなんか青さんなんだけど、さっき青、あ、でもこんなん、こんなんだったっけ。70%？ あるよ、復活。やーそう。どうしよう、本当にどうしよう。見頃やめしてんだろうな。これは500いったのかな。もうちょっと打ってみようかな、これ。はい、はい来た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 。どうやら俺たちのミッション、これ、強チリだったのかな。あ、なんか、これありそうだの？そうそう、赤だったし、赤だし、え？これ、リーチ目だ。なんか、この、これ、順押しのこれ、リーチ目だった気がする。ちょっとなんか、めっちゃいいタイミングになったんじゃない？これ。奥の手を見せて。いいタイミングでレバーもできたやつ、やった。507ゲームミッション達成ということで、ボーナスだ。またどっちの色かと判別できてない。ボーナス達成、はい、狙ってくれ。さっきはよし、アステカボーナスゲットです。今回は途中でね、7揃えたいと思います。頑張る頑張る頑張る。わー、投資19本になりました。頑張るぞ、1000枚。青だな、青だな、赤までいかないと。お、緑いた、緑いた、緑いたよ、いく。やったーやったーやったー、ついに来ました、ついに来た、波が来たぜ。よし、最後に青だけど揃う。ということで150枚ゲット、 ART ゲット。よし、見ててね、今度こそだから見ててね。来たー、あー、かっこいい。アステカシラッシ、これ見えてるかな。ね、かっこいい、かっこいいんだよ、奥行きがすごい。あー、頑張りどころ来たよ。あ、なんか出た、白7。これビタとかじゃなくていいんだよね。あ、これ何揃った、わかんない。白7狙ってみる、わかんない、これ初めて。これ、あー、何何これ。あ、あ、おー、やった、
で2回目のボーナス終了です。303枚お、あ、これお願い、こっち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 、あ、もっと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 、ストップ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 、行かないで、あ、もっともっともっと、はいはいはい、ストップ、あ、え、これ長いんじゃない、あー、やったー、これいいやつ、これこれあれだよね、チャンスタイムだっけ、違うかな、 CT 的なやつ、スタート、始まる、あ、ボーナスがある、ボーナス、いくぞ、あ、強チリ、強チリ来た、はい、あ、10ゲームプラス、スタート、なに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 、あ、来た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 、これチャレンジタイムだ、チャレンジタイム、これすごいやつ、上手い人がやったらすごいやつ、お願い、これ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 、揃ってお願い、あー揃った、よし、もう一個、あ、いいよいいよいいよ、ダメだったのに、あ、終わっちゃった、お願い、揃って、あ、揃った終わんないで、終わっちゃったけど50ゲームはなせ、初めてにしては上出来わー、いいとこ、ステージ上がってるっぽい、赤いよ赤いよ赤いよ、あれあれあれ、来た来た来た、おなさそうかな。
まだ煽ってる。よーしよしよし、トーベルからの犬を刺す。うわどうしよう、残り11ゲーム、時間もあれなんで。ちょっとまあ、分かりますけど、ド発電をちょっとやりたいなと思うので、ド発電狙いにします。というわけで、裏バランス。はい、できひんかった。51%。最悪や。ラスト。はい、というわけで50ゲーム枚数引き継ぎで508枚。ヨッチェリー70ポイント、150ポイント。よし、とりあえず160ゲーム、印籠箱ポイント溜まってのみとるレッド2回目。弱い。エフェクトは弱い方。ここも発展しないでほしい。発展。おお、マグマ。176ゲームからマグマステージ。継続。187ゲーム発展です。よーし、当たり確定。よし。というわけで188ゲーム印籠箱ポイントからの AT 当選です。これ3分の3。ちょっともう一回ド発電してください。 51% ね。それじゃあまだ OKOKOK。 というわけでド発電。さあ、残り時間があと1時間ぐらいになったんで、ちょうどいいんじゃないですかね。追加で10ゲーム。勝手に暴れる。うわーい。ラスト。うわーい、ジャック。はい、上乗せ90ゲーム。まあまあ、ポチポチ十分じゃないですかね。頑張りました。というわけで110ゲームですね。はい、110ゲーム274枚でした。はい、では残り時間1時間切ったところで、まあ、インドバカポイントも全然溜まってないんで、まあ、ちょっとここから打つのは厳しい時間になってきましたので、まあ、ちょっとノーマルキー中心にちょっと台探しに行きたいと思います。リノを打ちましょうか。ちょっとまあ時間が1時間弱と、まあ、結構微妙な時間で、まあ、A タイプも悪くなさそうなラインには人がお客さんがついてたりするんで、まあ、とりあえずリノで、まあ、少し目玉を稼ぎたいなと思います。はい、それでは残り51分
というところで、まず撮りの頑張って打ちたいと思います。さあトマトをどんだけ引けるか。まあ一応打ち出しが219ゲームから、おーし、本日1回目のトマトチャンスは打ち出しが50ゲームぐらい。どこ行こうかな、どこ行こうかな。よーし、正解、265ゲームトマト成立。よし、まずは1回目のビッグボーナス。わー、ちょっと早速ちょっとやばいのが出ちゃいましたね。あ、オッケーオッケー、よかったー、オッケー、ボーナス2連目。よーし、よかった。3連目。うわー、下手くそー、びっくりした。お、ザクチリ、ザクチリだ。激しいぞ、なんだろう。はい、150枚ゲットで合計641枚。さあまたこっちで、あーダメだ、コスパ引けなかったやつ。お、赤い、これはあれ、釣りじゃない、さあ赤い、あーこれ、どう
たくそ、下手くそ。ついに惜しかった。300ゲームで890枚。まあ、最初のビッグ2連がビッグというかボーナス2連が大きかった。もう1セットないかな、お願いありますように。終わった、シュンって終わったまあでもだなんてどうしようかな、まだ早いかな。あ、ザクチリちょっと様子見て、アステカはちょっと時間かかりそうなので、まあ、楽しめたし、前回初当たり重かったんでちょっと軽めに当てられそうな台を探してみたいと思います。やり慣れてないことしますね。320569でしょうねでしょうねだよこれ。おおおおお、わーすごい、あのメダル詰める作業が滑らかです。すごい滑らか、見て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 。え、結構出てなかった。あ、今ちょい今100枚ぐらいマイナスです。あ、いける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 、おお、いける。さあ頑張ろうぜ。いけるいけるって言われた。100枚ぐらいマイナスですって言ったら、よし。これ同時当選してる 91% とか、同時当選期待度。よーし、ビーク4連目。終わったっぽい。ということでボーナスがビッグ4連で終わりましたね。まあまあまあ全然いい方っすよ。おお、やっと169ゲーム。どこ行こうかな。ここ、しょうがない、しょうがない、これは三択なんでしょうがない。おお、早いよ早いよ。175ゲーム、さあどうしようかな。今日は初志貫徹。よし、ちょっと結局踏み押し、ちょっとああいうふうになっちゃいましたけど、トマト175ゲームでトマト成立。よし、これでトマト3択正解率3分の2。いいよ。よー、よかった。とりあえずビッグボーナス1回目。1ゲーム目から嫌な手目が出て、そのままリプレイ。よしよし、よかった。1目レギュラーボーナス、今日初めてのレギュラーボーナス。早速危ないよ、これは。トマト
はい、トマト14ゲーム多分転落してたと思うんで、これはラッキー。ちょっと待って、うわー、もう終わったっぽい。はい、というわけでちょっと時間中途半端なんですけど、残り8分切ったところで、まあ、リノ打ってもいいんですけど、あの取り切れへん可能性が十分にあるので、まあ、ちょっと、まあ、純粋なノーマルタイプを残り時間打ちに行こうかなと思います。まあ、とりあえず10分やし、稼働、10分やしね。はい、それでは、まあ、残り時間6分切ったところですけども、残り時間このアイムジャグラーで頑張っていきます。はい、410ゲーム打ち出して20ゲームぐらいですね。ビッグボーナスです。完璧。さあ、残り3分ほど、もう一発いけるんじゃないですか、これ。5秒前、4、3、1、0ということで、ラスト。はい、ということで、150分経ったので、本日はこれで実戦終了にしたいと思います。ありがとうございます。回収が1671枚でした。上デッキこれだ。はい、まあ、そこまで148分の1ぐらいだったと思うんですけど、まあ、98でいい感じの割合なんで、この子で頑張りたいと思います。今週も先週に引き続きとっても接戦なので、自分の中で アステカではマイナス100から150、やりました、137ゲーム持ちメダルです。ビッグそのまま入れてしまいました。よかった、これで現状プラスになりました。なりました、よかった。29ゲーム肉来た、ビッグですように、ビッグですように、ビッグですように。あー、これやばい。あ、ビッグだ、やったー。おー、これで的が大きくできるチャンスが、てかもうこれでヤーは私はゲットしたんじゃない。これうわー、この台選んでよかったー。もう一度ジャグレン、いくぞ。あー、やばい、残り4分。え、本当にこれビッグ来ないと、え、絶対減ってるよね、これ。あれ、なんか、やわ、私はゲット確定みたいなこと言ったけど、全然確定じゃない。やばい、7。1-0。終わってしまいました。ということで、今回も、ビッグ好調に2連続引けたんですけど、ギャがもらえたかはグレーゾーンで流してみたいと思います。結果お待ちください。71枚。
れ様です。お疲れ様です。終わりました。いやーなんか良かったですね。今回もまた接戦でしたわ。接戦でした。はい、なんか最初ちょっと苦しそうでしたもんね。そうなんです。これどうしようと思って、いやでも僕もアステカ打とうと思って、あの状況やし、で一旦深みに行こうと思ったら座ってたから、あいいねと思って、いいってやってくれたんで、自信持って最初打ち始めたんですけどね。はいはいはい、まあ見ていただいた方は分かると思うんですけど、うん、でどんな感じでした結果。最終的にもアステカ頑張ってくれまして、ほう、投資が950枚の回収が1071枚ということで、121枚プラス。素晴らしい素晴らしい。うまいうまいうまい、ちょっと珍しい、引き弱いくせに頑張りました。あ、じゃあジャグラーで待ってた感じなんですよね。そうですね、最後そうビッグ2連がいい感じでした。僕の方がですね、はい、コウモンチャマ、そしてリノ、最後にジャグラーとしまして、まあ、全部うまいこと言ったね。お全部うまいこと言った、気持ちいいぐらい。で多分、あの困った時にコウモンチャマ、困った時のリノみたいな助けられたけど、コウモンチャマがどうやらちょっと高設定臭いのでね、打ってた感じだから、これがまあ黒柄収録やったらまだ打ってたけども、時間だったんで移動して、まあ、うまいことやれましたと。でですね、僕の方が結果が300枚投資の回収が1671枚ということで、トータル1371枚のプラスでございました。お見事です。すごい気持ちいい。まさに期待ですな。これは3本ゲットですね。3本ゲットやりました。的がですねこちらで、おお、3分の1かな、うん、でおーなんですけど、2人のサマイが合わせると1492枚ということで、あと9枚2人で多ければ2分の1までできました。9枚なんかちょっと9枚、ちょっと複雑なもしかしたら9枚ぐらい落としてたかもしれへんけど、本当に床にね、ねえ、うわまあでもね、まあ大差ない、うん、当てられる。3分の1にね、3枚ゲットしちゃいますか。しましょう。はい、ちょっとなんか3枚みたいな空気はちょっとディレクターからは出てますけども、遠慮なく3枚ちょっと狙いにね、狙いに行きましょう。行きましょう、最後までかっこよく決めたいと思います。行くぜ。お、これはこれは余裕だ。どうも、やったー、さすが1枚目ゲットしました。1枚ゲット、あと2枚ありますからね。イエーイ今回3分の1結構決めれてるんで、この最後の3分の1もしっかり決めたいと思います。お、これは来たね。うまい、これは来たね、来たね、安定ですね。はい、5枚目買ったかな。というわけで、クロカード今回2枚目ゲット。これで3枚目ゲットしたいと思います。いくぞ。惜しい惜しい、嘘、これは惜しい。ちょっと触ってない、ここ触ってない、触ってないですね。まあまあでもしょうがない、これは惜しかった。ちょっと難しいんだこれまあでもね、いい、ごめんなさい。まあでも2枚すごいでしょ。はい、ゲットできました。なのでね2枚あるんで、当たるといつも2倍なんで、ぜひぜひ皆様応募してください。応募してください。というわけでね、今回、まあいい結果出せたんで、まあ、これを次週に引き続いて頑張っていきたいと思いますんで、はい、また来週も見てください。バイバイ。あ、お、最後に来た。よーし、21ゲーム。さあ、反撃や、反撃や。ついにフリーマガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。